第2回目の体操チャンネルでも健康運動指導士の倉澤美智恵さんを迎え、家庭で誰でも手軽に短時間でできるストレッチングを紹介します。姿勢が悪い方はいませんか？足の筋肉の縮みを取るために足のストレッチを行いましょう。椅子に浅めに腰掛け、背筋を伸ばします。右足を伸ばします。かかとは床につけ、膝はしっかり伸ばしましょう。つま先を起こします。この時点ですでにふくらはぎの筋肉が伸ばされている方もいるかもしれません。両手を左ももにつき、手を支えに背筋を伸ばします。背筋を伸ばしたまま上半身を前方に傾けます。右足の膝の裏から太ももの後ろにかけて筋肉が伸ばされている感じがあればストレッチがうまくいっています。この時背中が丸まっていたり足元を見ているとストレッチ効果がありません。背筋を伸ばし遠くを見ることがポイントです。呼吸を止めないようリラックスして行いましょう。それでは始めましょう。どうぞ。背筋を伸ばしたまま遠くを見ながら体を前に倒していきます。さらに息を吸って吐きながら体を倒しましょう。呼吸を止めると血圧を上げやすいと言われています。リラックスして行いましょう。手で足を押すようにしながらゆっくり元に戻ります。足を変えます。左足のかかとを押し出すように膝を伸ばしましょう。どうぞ。ゆっくり背筋を伸ばした状態で体を倒していきます。視線は遠くを見ましょう。さらに息を吸って吐きながら体を倒します。リラックスして行うのがポイントです。手で押すようにしながらゆっくり元に戻ります。ちょっとした段差につまずいて転びそうになったことはありませんか？もしかしたら足首が硬くなって足が上がりにくくなっているのかもしれません。そんな時はふくらはぎのストレッチが効果的です。椅子の背もたれにつかまります。両足のつま先が正面を向いていることを確認してください。右足を軽く一歩下げます。下げた足のかかとが床についていること、つま先が外を向かずに正面を向いていることが大切です。前の足の膝を軽く曲げます。この時に後ろのかかとが浮かないように気をつけます。後ろ足のふくらはぎの筋肉が伸ばされている感じがあればストレッチはうまくいっています。椅子の背もたれにつかまります。右の足を一歩後ろに引きます。つま先が正面を向いていることを確認しましょう。どうぞ。前の足をゆっくり曲げていきます。腰が反りすぎたりしないようにまっすぐな状態です。視線は遠くを見ます。リラックスして行うのがポイントです。足をゆっくり元に戻します。反対です。左の足を一歩後ろ、つま先が正面を向いていることを確認します。どうぞ。前の膝をゆっくり曲げていきます。呼吸を止めないようにリラックスして行います。さらに息を吸って吐きながら上体を倒しましょう。リラックスして行います。ゆっくり足を反
揃えましょう。体操に限らず、家事や畑仕事などこまめに体を動かすことも効果的です。テレビコマーシャルの間に足踏み運動をするなどの工夫も大切です。外出しにくい今の状況だからこそ、あえて運動をする意識を持ちましょう。感染予防に加え、適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠をとって健康的な毎日を過ごしましょう。